寿司を教わりたいなと思います。子供が好きそうだなと思って、娘に食べさせたいなっていうのと、であと僕個人的にはそば稲荷が好きなんですよ。知り合いが作ってくれて初めて食べてすごい美味しくて、あ、今日そば稲荷も作れる、はい、あ、じゃあ一気にぜひぜひお願いします。はい、じゃあ先生。はい、じゃあ油揚げの下処理をします。油揚げの下処理、はい、じゃあまず縦に置きます。縦に、はい、はい、そしたら菜箸を1本取ります。菜箸、はい、菜箸を横に持って両手で持って、そうです、それでコロ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 と、そうです、そうしてください。こんな感じですか？もう少し優しくても大丈夫、はい、これで開きやすくなるんですか？そうなんです、はい。ほう、そしたら半分に切ります。はい、これでいいですか？はい、半分に切って、はい、でここで開きます。おー、綺麗に開けますよね。これやんないと開けないんだ。ちょっと内側がくっついてる可能性がある。すごい、結構ふわふわしてる油揚げを買っていただくと開きやすいです。 OK です。じゃあいくつか、そうですね、そのままやりますね。 OK、うん、開く、はい、開く、はい、じゃあ油抜きにします。油抜き、はい、はい、ザルとボウル重ねています。ここに油揚げを並べてください。はい、並べ方とかあります？はい、なんとなく重なっても大丈夫なので、はい、なんか、あ、でもそんな感じでいいです。こんな感じで、うん、どんどん、はい、はい、じゃあ熱湯を回しかけます。熱湯、これなんで油を抜くんですか？この後味が染み込みやすくするためです。へえ、油があると弾いちゃいますよね。はい、大丈夫ですね、はい、それをちょっと上下して、はい、行き渡るように、はい、じゃあそのまま揚げちゃいます。揚げちゃいます。鍋に調味料を入れてください。醤油とみりん、お砂糖ですね。これも天才糖、はい、これ天才糖じゃなくても同じ分量ですか？うん、お使いのお砂糖でいいです。皆さん分量は一緒、一緒です。 OK です。じゃあ出汁も、これ出汁習ったやつですよね？はい、そうです、はい、そしたらこれ火にかけます。中火、まず中火で、はい、どうですか？沸いてきました、いいと思います。そして油揚げを入れます。はい、入れるのはトングを使ってください。なんでトングにしないと？菜箸だとね、刺してしまって穴が開いちゃう可能性があるので。傷つけたくないんだ。そう、すげえ、破れたらね、もったいないですから、ね、その通りです、はい、わー、初めて油揚げ使って料理するの。お味噌汁使ってます。すいませんでした。すいませんでした、はい、2回目、2回目です。じゃあ落とし蓋入れます。はい、はい、そうです、もうこれで、これでいいんですか？ここで、はい、落とし蓋を入れます、乗せます。もしこういった落とし蓋がない方は、はい、小さめの鍋蓋を入れてあげるだけでも落とし蓋の代わりになります、うん、先生そろそろ僕、はい、スクワット限界です。じゃあそろそろ上下を返します。すごくないですか、8分スクワットしてたの、ね、これすごいですね。はい、ちょっとちっちゃい、かわいい、はい、おお、いい感じです。で、それを置いて、置いて、はい。あ、ダメです。あ、トングで。そうです。傷つけない。これでなんとなく全体的に上下を返してくれれば、裏返してくれれば。わかりました。はい。ちょっと待って、これでも
みんな似てるから、あの裏返してないやつ出てきちゃうかも。先生これみんな似てますね。似てますね。似てますけど、なんとなく全体的にざっくりでいいので返してください。それで高さを同じようにしてください。ちょっと待ってくださいね、はい、結構難しいんだな。あ、いけたかな。はい、じゃあそしたらまた一回、はい、落とし蓋を、はい、で弱火にします。はい、弱火にして、はい、これで10分から12分ぐらい火にかけます。10分から12分、はい、はい、じゃあ、はい、じゃあ煮ている間にすし酢を作ります。すし酢を作ります。はい、これお酢ですよね。はい、米酢です。お砂糖結構入るんですね。そうなんですよ。でこれ塩ですか。お塩です。わ、結構入るんですね。そうなんですよ、両方とも。じゃあ混ぜます。はい、酢飯を作っていく感じですかね、はい、温かいご飯にすし酢を加えて混ぜます。温かくなきゃダメって感じですか。そうですね、その方があの酢が馴染みやすいので。はい、よくうちわとかこうやってますよね。そうですね。じゃあそのぐらいで。このぐらいで大丈夫。はい、了解です。じゃあ詰めていくって感じですもんね。そうです、はい、手は洗いました。はい、ちょっとこれは、はい、じゃあちょっと開きながら、でもしあの稲荷が少し汁気があって、はい、柔らかかったら軽くそこで絞りながら。ああ、絞っていいんだ。軽く、うん、軽く。わあ、結構汁気あるんですね。そうですね、含んでるんですよね。傷つけちゃいけないからな、優しく。はい、じゃあ入れる。はい、どんくらい入れるんですかね、これって。もうお好みになりますが、食べやすい量、ちょっと下の方まで、そこまで入れてあげて。こんな感じでしたっけ。はい、そんな感じで。あ、こんな感じでしたっけ。なんか大丈夫です。大丈夫ですか、はい、OK です。じゃあこんな調子でやっていきますね。ちょっと多めに入れたんですけど、これで、あ、これ、そう、そういう感じです。これこれ、こういう、これが俺が知ってるお稲荷さん。こいつら違う。ちょっとやり直しますね、これら。例えばこういうふうに開きますよね。この底を少しだけこう開いて底上げしてあげる。え、それでやってみてください。そうやると。なるほど。あ、これやりやすいですね、うん、しかも俺の好きな形に。そうですね、なりやすそう。量も調整しやすいじゃないですか、うんうんうん、見えるので。それでこういう状態に。よし、そばいなり。はい、はい、これを切るんですよね。はい、ちょっと長くて食べづらいかもしれないので。そうですよね。はい、あと入れづらいですよね、長いときっと。もういいと思います。いいですか。はい、はい、よし、はい、じゃあ、はい、じゃあここにすし酢と、これどんくらい入れます。大さじ2ぐらい入れましょうか。大さじ2、はい、2、はい、そして稲荷の汁ですね。
これ絞った汁ですよね。そうです、はい、これはどんくらい入れますか。これも同じぐらいちょっと入れてください。大さじ2、はい、はい、OK です。はい、それで混ぜます。混ぜます。これがなんか好きなんだよな。はい、はい、じゃあ詰めて。そしたらじゃあ詰めましょう。はい、これがね、靴下みたいにこうやって底が見える方がやりやすいですね。はい、これはもう手でやりますよね。うん、手でいいです。手じゃないと思う。はい、紅生姜を、はい、ここに乗せる感じでいいですか。はい、 こんな感じですかね。はい、大丈夫かな。大丈夫ですか、これ。大丈夫です。